アッシリア人とは、アラム語の一つ、現代アラム語を話しキリスト教を信仰する中東の、少数民族。古来から、アラブ人、トルコ人、クルド人、トルクメン人などの異民族との競合や迫害を受けながらも、強固な民族意識により、伝統的な文化を継承している。シリア人という意味の、スリオイを自称するが、シリアアラブ共和国の国民との混同を避けるため、 以下、アッシリア人という表記を用いる。ドイツなどでは、アラム人と呼ばれる。なお、古代アッシリア人との遺伝的関係は明らかになっていない。主に、イラク北部と、シリア北東部、イラン北西部、トルコ島南部にまたがる地域に住み、自身はこの地域をベートナファラインに挟まれた地域の意。ギリシア語のメソポタミア、イプシロンシグマパイタウアルファミュアルファの語源、と呼ぶ。 同時にこの地域は、クルド人の住むクルディスタンとほぼ重なっている。アルコーシュの町最も多くのアッシリア人を抱える、イラクでは、アッシリア東方教会とカルデア教会のシントラが、首都バグダードと、北部クルディスタン地方のアルビール、ドホーク、ニーナワーの3県とキルクをくし、特に、アルビール県のアルコーシュという町に集中、クルド人やトルクメン人と共存している。 ちなみにニーナワーの語源は古代アッシリアの首都ニーネベである。国全体では約70万人が住んでおり、特にトルコと国境を接する北部のカーミシュリーという町を中心におよそ3000人が集中している。シリア正教会の信徒が多い。アッシリア人の民族衣装を着る子供国内に約1万5000人が住んでおり、 特に経済の中心イスタンブールや首都アンから、東南部のハッキャリ県と、シリアと国境を接するマルディン県の丘陵地帯トゥル・アブディン地方に集中している。トゥル・アブディンのアッシリア人は、トゥロヨと呼ばれる西シリア語の一方ことを話すことで、知られ、シリア正教会の信徒が多い。そのため現地では、スルヤーニーと呼ばれる。 なお、マルディン県のヌサイビン氏はかつて西ビスと呼ばれ、異端とされたネストリウス派教団が、ビザンツ帝国領エデッサから移ってきた際に、本拠地とした場所である。また、ディアルバクル県やバン県など、東南部の他の地域にも少数が住んでいるが、大半は皇術のオスマン帝国による虐殺や、近年のクルド人民族主義者などの攻撃により、殺されたり国外へ追放されたりしたため、 現在では、数世帯しか、アッシリア人が住んでいない村もある。首都テヘランと北西部、特に西アゼルバイジャン州の州都、オルミイエを中心に国内に、約2万人が住んでいる。オルミイエ湖周辺のアッシリア人は、第一次世界大戦中の1914年、オスマン帝国軍に率いられた。 クルド人兵士とアゼルバイジャン人兵士らによる虐殺をアルメニア人と共に受けた。これに対しアシリア人側はアルメニア人と共にアーガーペトロス率いる自衛軍を結成。一時期はトルコを退けたものの協力していたロシア軍も革命の勃発により撤退。さらにはアルメニア人兵団の壊滅や物資不足により大敗。九百十八年にはトルコによる さらなる迫害を受けることとなり、町の人口のほとんどが、クルド人とアゼルバイジャン人にとって変わられることになった。あとに、パフラビー町の初代皇帝レザー、シャアの統治下では、領内のアッシリア人に対しシリアやトルコに戻る洋館省があり、数千人が帰還したことがあった。イラン革命以前の1976年には3万2千人が暮らしていたが、 イランイスラム共和国の成立により迫害を受け、多数が亡命した。1914年に起こったオスマン帝国によるアッシリア虐殺以降、レバノンやヨルダン、パレスチナ、ギリシアなどの周辺地域、ロシアやアルメニア等の旧ソ連諸国、欧米、インドのケイララ州などで、ディアスポラによるコミュニティが誕生している。アメリカ合衆国世界中で最も多くの、 アッシリア系移民が暮らしており、特に、イリノイ州シカゴとミシガン州デトロイト、カリフォルニア州中部のモデストなどに集中している。その他ニューヨーク周辺に住むシリア正教会信徒のアッシリア人の一部はシリア人と自称している。歴史アッシリア系アメリカ人の歴史は1909年に遡り、30世帯と600人の未婚者の移民が、 シカゴに定住したことに始まる。後に1910年代に起こった大虐殺により多くのアッシリア人が亡命、1920年代にシカゴやデトロイト、カリフォルニアなどに定住した。1940年8月12日付の米大無視ムのアッシリア総主教、マルエシャイ・シムン23世の訪米を記した記事では、 あまりよく分析されていないものの米国内のアッシリア人の総数は7万人であったと記している。1965年にはアメリカでの移民数の出身国割や的定が移民国籍法から削られたことにより、著しい数のカルデア教会の信徒がイラクからバーストの圧勢を逃れてデトロイトに移住。彼らは当初地元企業のフォード社の機関校として、 働いていたが、後に、日本社との構想や不況などの様々な要因で、報道ード社が不振に陥ると雇用が減少、取り残された、アッシリア人難民は商店を営むようになった。さらに1967年に、アフリカ系アメリカ人による、デトロイト暴動の後、ユダヤ人商店主は、 デトロイトから逃げ出す時に積極的に経営を譲ってアッシリア営商店の件数が増加した。1980年代にはイラクのフセイン大統領がデトロイトのカルデアカトリック教会に25万ドルを寄付したことが知られているが、これはバーストがアッシリア人の反乱防止を計画して行ったこととされている。 1979年のイラン革命とその後のイラン・イラク戦争や湾岸戦争、レバノン内戦や後のイスラエルのレバノン侵攻とそれに伴うヒズボラの活動の激化などここ30年ほど続く中東の動乱を逃れ現在でもさらに多くのアッシリア人が中東各地からアメリカに亡命してきている現在 合衆国内のアッシリア人の総数は82,355人であり、その42%に当たる34,484人がミシガン州在住である。ちなみに、シカゴでは古代アッシリア帝国のオーサルゴン2世の名を、冠したサルゴン通りと呼ばれる地名もある。スウェーデン1970年代から首都、ストックホルムや南部のセーデルテリエに、 レバノンやトルコからの移民が住んでいる。彼らのほとんどは、故郷でのイスラム教徒との宗教的対立が原因で逃れてきたものだったが、当初は難民として認められなかった。ドイツドイツのアッシリア系移民の中には、難民のみでなく、1960年代から70年代にかけて外国人労働者としてトルコから移住してきた人もいる。多くのアッシリア人は、 紀元前後に、イエス・キリストラ・パレスチナ地域のユダヤ人が話したアラム語の流れを組み、アフロアジア語族中の北西セム語派の一言語、現代アラム語を用いる。また宗教的儀式においては、東西古典シリア語を用い、さらに併用として、居住地域の公用語を用いることがある。文字はアラム文字から発展したシリア文字を用いるが、アッシリア東方教会では、 ネストリウスカラダ、シリア正教会では、セルトータイと、それぞれ使われる書体が異なる。現在のアッシリア人は主に、キリスト教を信仰しているが、アッシリア東方教会、カルデア天霊カトリック教会、シリア正教会の3つに分けられる。前者2つは、天霊言語に、東シリア語を、後者は、西シリア語を用いる。パレスチナイ島におけるキリスト教の歴史は、 使徒制トマスらによって、紀元33年に作られた教団に始まる、トマス発書教会の系統を示す図。水色の R は、プロテスタントの改革派教会。青の O は、東方諸教会。紫の C は、ローマカトリック教会と合同している、東方天霊教会。一番下はネストリウス派の、東方教会に属する。水色、青。 紫の線で結ばれた教会は、西シリア語を、茶色、オレンジ、黄色の線で結ばれた教会は東シリア語を天礼に、用いる。なお、この図のアッシリア東方教会以外の教会はすべて、インドに、本拠地を置いている。アッシリア東方教会やシシリア東方教会は、サンサーアン朝、ペルシア帝国を経由して、東大の中国に渡り経境となった。 古代より続くネストリウス派の中で現存する一派。なお、欧米の文献においては、古代のネストリウス派そのものを、アッシリア東方教会と呼ぶこともある。協議は、キリストのペルソナは、神格と人格の二つに分かれるととき、イエスの母、マリアを、神の母として認めず、キリストの母と呼ぶ。451年に、コンスタンティノープルの大主教ネストリウスが、 エフェソス公会議で異端とされて破門されると、彼の説を支持する者たちが、東ローマ帝国領へデッサから当時ペルシアの領土で、あった西ビスに、本拠地を移して布教したのが、今日のアッシリア東方教会の始まりである。当時ネストリウス派を異端しする東ローマと、敵対していたサーサーン朝の歴代皇帝は彼らを手厚く保護し、ペルシア領の至るところに、 キリスト教徒の共同体が作られた。644年にイスラム教徒のアラブ人がサーサーナサを滅ぼすと、アッシリア人を含むキリスト教徒たちは以前より低く扱われ、メソポタミアを出て、中央、アジアやモンゴル、東などの外地で、布教活動を行う者も,も少なくなかった。そのうちの南インドのマラバール海岸に渡った一派は、 ケーララを中心に住むユダヤ系インド人たちのナスラーニーと合流、カルデアシリア教会と呼ばれるようになった。派生として1968年にバグダードで分裂、独立した古代東方教会がある。カルデア天霊カトリック教会カルデア天霊カトリック教会は東方天霊カトリック教会の一つであり、戦術のアッシリア東方教会の一部が16世紀。 ゴロに離反、ローマカトリック教会と合同して誕生。バグダードに壮大使教座を置き、主にイラク北部とアメリカのデトロイトに信者を有する。教団の名前の由来は、アッシリア帝国滅亡後に起こったシンバビロニアを建てたカルデア人に由来する。モンゴル帝国崩壊後、14世紀後期のティムールのユーラシア征服活動によりネストリウス派の規模は縮小、総主教座は、 アルコーシュに移ることとなった。その後1552年に、神徒の一部が、アッシリア東方教会の総主教世襲制に、反発して、離反。1830年に正式に、ローマ教会とフルコミニオンの関係に移行した。しかし、アラム語を、天礼、会話に用いるなど、本質的には、東方教会と変わらない。シリア正教会、シリア正教会は、 東方諸教会の一つ。しばしば単性論派と呼称されるが、当事者は単性論ではなく、愛称論であると主張し、非カルケドン派正教会が適切な呼び方とされる。主にインドではヤコブ派とも呼ばれる。古代語宗主教座の一つであるアンティオキア教会の流れを組み、主座主教はアンティオキア宗主教と呼ばれるが、実際にはアンティオキアではなく、 シリアのダマスカスに総主教座を置く。インドでは、ケイララ州にトマス派のマランから教会と合流した、ヤコブ派シリアキリスト教会が存在する。2000年以降米国で統計を取るにあたり、当時英語表記がシリアンであった現代アラム語を話す、シリア正教会神とのアッシリア人の表記を、シリアアラブ共和国出身のアラブ系アメリカ人との、 混同を避けるようシリアクに修正するかしないかで議論が起こっている。アッシリア人の旗。高地に住むアッシリア人や世界に散らばったアッシリア人及びアッシリア主義諸団体が使用するアラム人の末裔であることを強調するシリアアラム人の旗。翼を持つ日輪をあしらう祭事などは他のキリスト教徒と同じく高誕祭や復活祭などを祝うが同時に アッシリア主義の台頭により、彼らは、自らが、キリスト教を受容する以前の古代アッシリア帝国の儀式や、祭事の一部を復活させているのも事実である。以下の記事はその最も代表的なものである。アキトゥ・春分の祭りで現代アッシリア歴の正月。ハブタイニサンとも呼ばれる。元来は、シュメールにおける大麦の収穫と帽子を祝う祭り、エゼン・アキトゥムあるいは、 アキティシェキンク、またはアキティシュヌヌムがアッカドを通じてコバビロニア王国に入ったものが原型。バビロニアにおいては、都市の守護神、マルドゥクが悪行を働いた、ボシ神ティアマトに勝利したことを記念する行事であり、アッシリアではそれを紀元前683年に、センナケリブが持ち込んだものが最初とされる。時代はおり、アッシリア人が、 キリスト教を受け入れた後はハブ対二三として、慣習的に祝われていたが、1950年代に現れたアッシリア主義の中で現代と古代のアッシリア人のアイデンティティを結びつけるために、アッシュールの地に初めて建立された神殿の日付から、紀元前4750年を起源とする現代、アッシリア歴が制定され、ハブ対二三をその正月とすることになり、 古代に用いられたア秋との故障も復活させた。なお、戦術のバビロニアのマルドゥク神話は、シュメール時代の収穫と帽子を祝うという行為と結びつき、首都生の繰り返しイコールワルの首都全の勝利という二元論に繋がり、後世のペルシアのゾロアスターの思想やイランとクルドのノールーズ、キリストの復活を祝う復活祭などの由来にもなっているともされる。 20世紀初頭、ムスリムなどから迫害を受けた、アッシリア人はベートナハライン一帯を含む、当時のイラクを植民地としていたイギリスからの援助を得ようとしたほか、ガージャール・アサ、ペルシア領内のキリスト教徒は、アメリカ合衆国の宣教師と接点を持っていた。ゆえに第一次世界大戦中、オスマン帝国は彼らが、敵国のイギリス国教会やロシア正教会、 アメリカなどとつながりがあると疑い、ギリシア人やアルメニア人と同時に迫害した。1914年から1920年までの間に、トルコ人とクルド人の兵士を利用し、25万人にも上る民間人を殺害した。よって、多くのアッシリア人がディアスポラとして欧米などに流れ、民族主義を目覚めさせる要因を作った。当時のイギリスは、 アッシリア人側から援助するよう要求されていたにも、かかわらず、戦術の対戦での総力戦で国力が疲弊しており、虐殺を食い止めることはできなかった。なお、この時アッシリア総主教、マルエシャイシムン23世は、前任者が虐殺に巻き込まれたことにより、わずか11歳でアッシリア総主教に選出された。 虐殺が終わってから3年後のケマルアタチュルクによるトルコ共和国成立以降トルコ政府側はアルメニア人ジェノサイド同様これを否定し続けているが世界各地に散らばったディアスポラなは虐殺を認めるよう世界各地で呼びかけを行っているイラクへの移住戦術の虐殺を逃れた難民のためにイギリス軍がメソポタミアのバークーバに難民キャンプを設けた後 1927年に北部キルクークで発見された油田の開発と軍事戦略に不可欠として彼らは当時この地域を委任統治していたイギリスの手によりキルクークや中部ラマーディー近郊のハッバニリアに集められ結果としてアッシリア人はクルディスタンに住み着くこととなったさらに彼らの一部は イラク人部隊として、英軍の指導によりアラブ人やクルド人の反乱を鎮圧するために利用され、そのまま英国側についたがために、再び難民として国外へ流れ出した。戦後メソポタミアの地に泊まったアッシリア人は、英国カンタベリーにて進学を収めた後帰国した、総主教に引き入られ、北メソポタミアでアッシリア人ロビーを形成。国際連盟には、 メソポタミアでの自治権を要求したが承認されず、トルコ共和国には戦術の虐殺の謝罪と賠償を求める活動を行ったが固くなに拒否された。第一次大戦が終結する以前より高まっていたアラブ人の民族主義の影響で、1932年に国際連盟による委任統治の終了と同時に、メッカの大主であったハーシム家の男子がアラビア各地で王国を建て、 メソポタミアでは三男、ファイサル一世が、イラク王国の王となった。自治権を求めて、闘争を続けていた、アッシリア人に対する弾圧は深まり、翌年には、当時の内相ヒクマットスレイマンが、アッシリアの独立運動は、かつて彼らを、アラブクルドの弾圧に利用したイギリスが裏で、操っていると述べた。これを受けて、同年8月には、クルド人昇降。 バクルシドキ率いるイラク軍とクルド人部族によるアッシリア人の虐殺が発生。犠牲者は、婦女子を含めて3000人とされ、現在も続くアッシリア人とクルド人の対立の一要因となった。同年総主教は軟禁され、総主教座のキープロスへの移転を強要させられた。この事件の前後に、国王は体調を崩して、療養のために、 スイスに渡り、ほぼ同時期に800人ほどのアッシリア人がかつて、住んでいたシリアとの国境地帯へと戻っていった。第二次世界大戦が始まると、イラクは、かつての統治国イギリスの要請で、ナチス政権下のドイツと断交したにもかかわらず、ラシード・アリ・アル・ガイ・ラーニー・ラ・ハンウェイ派は、英国ほか、連合軍に対する反発から数軸国を支持。一方アッシリア人を集めた。 アッシリア植民地連隊は、イラク軍の略奪行為に、かつてのアッシリア人虐殺を思い起こし、相変わらず英国を支援し続けたため、英軍の北アフリカ戦線での作戦を成功に、導き、国内の反英派を主流から叩き落として、新英派を復興させるのに、重要な役割を果たした。イラク共和国成立後、1968年から、 長く一党独裁を行っていたバーストのサッダーム、フセイン大統領政権下のイラクにおいては、シーア派やクルド人同様アッシリア人も迫害を受け、アラム語教育や公共の場でハブ、派部隊二三などの祭事を祝うことなどは一切禁止されていた。80年代のアンファール作戦では、多くのアッシリア人も犠牲になった。抵抗活動を続けていた一派は、 1979年に小規模ながらもイラクで唯一のアッシリア人政党であるアッシリア民主運動を結成。2003年にフセイン政権が倒壊した際、新憲法によってキリスト教徒の信仰の自由はある程度回復され、アラム語教育、天礼や祭事などは許可され、アッシリア民主運動などの政党も合法化された。 しかしイラク戦争後のイスラム過激派の活動の激化により今もなお政治的難民として欧米に亡命するアッシリア人も少なくないカトリコ世相主教のマルディン派4世も2006年にイラクに一時帰国するもしか後に留まり続けている現在のイラクではアッシリア人の住む地域はクルド人政権下にありクルド地域政府確立に向けて援助する形を とっているが、同時に、アッシリア人の自治権請求も活発である。2014年1月21日に、イラク政府は、ニネベ平野を、アッシリア人の保護地域にすると発表し、アイソルの民族浄化から防衛する、アッシリア人民兵組織の拠点となっている。また、もう一つの民兵組織、ドゥエイフ・ナウシャも、同地域で活動している。なお、 シリアのアッシリア人もシリア内戦に参加し、反政府武装組織ストロやアッシリア軍事協議会を結成してくる同人民防衛隊などと連携を取ってる。トマス派は後に主に52年に、聖トマスが選挙活動を行ったとされる、インド南西部のケーララ州を含むマラバール海岸で広まり、現在ではナスラーニーイと呼ばれるユダヤ系インド人を中心に、 ケーララ州内で総計約6000万人の信者を持つ。なお、初期のインドにおけるキリスト教そのものがトマス派ではなく、シリア正教会がそのまま中東から渡ってきたものと、する説もある。ちなみに、日本海軍航空隊が1941年12月10日のマレー沖海戦にて、英国海軍極東艦隊を撃破した際、イラクのアラブ人が、 バグダードで日本支持のデモを行ったことはあまり知られていない。ワールドディレクトリオブマイノリティーズインディジェナスピープルズ、ターキー、アシリアンズ、ハットザ・バイオグラフィー・オブ・ブレイブ・アシリアンズ・イン・ハビニーア、ハット・イラク、インフォメーション・オントリートメント・オブ・アシリアンコールディアン・クリスチャンズ、UNHCR。 ザエネファリットルオフェンジブス I N D I C T O R G U K ハットサートレーズドネーブドアンドマッコザシリアンヘリテッジスレッズオブコンティニュイティアンドインフルエンスープサラユニバーシティピアニッシモ二百八十八二百八十九 I S B N 九百七十八から九一五五四八三三六 G ブラックヒューマンライツウォッチ ミドルイーストウォッチ、ジェノサイド・イン・イラク、ザ・エネファリットル・キャンペーン・アゲンスト・ザ・カーズ、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、ピアニッシモ、312-313、ISBN 978-1564321084、バウマー、クリストフ。ザ・チャーチ・オブ・ザ・イースト、アン・イラストレーテッド・ヒストリー・オブ・アシリアン、クリスチャニティ・ TP272 ロンドン、イングランド、ユナイテッド・キングダム、 IB タウリス、i s ISBN1 から84511から 115X。ありがとうございます。